はい、本日のワンポイントアドバイス、喉が痛い時にマシュマロを食べると痛みが和らぐ。ゼラチンが喉を保護してくれるためらしいです。喉が痛い仕事の方は、ご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ヌッキーと申します。ロラのコラを使ってね、ガチのね、ヤグラの方やっていきたいと思います。腕前 S プラスですね。こっちに理解しておいて、まあ、とりあえず動きやすいように開幕か。ここね、あんまり前出れないんですよ。だから今まで突っ込んですぐ死んでたけど、もうね、開幕はひたすらに、まあその溜めていく&塗っていくみたいな。あれ、いなくなった、抜けてったんか。ちょっと今のわからんかったな。結構この開幕の均衡状態を保つっていうのがね、結構大事な気がするんだよね。均衡状態か。均衡って何、均衡マンか何かかって話だけど。でね、なんかあるツイッターを見てちょっと思ったことがありまして、終わった。なんか下向きすぎじゃないって言われたんですけど、これなんかね、自然とやってるんですよね。でローラーって平行に縦振りしてもあのやれる、あのキル取れる武器じゃなくてですね、ちょっとなんか斜め下向かないとキル取れないんですよ。だからなんかデフォで多分斜め下向いちゃってるんかなって思いましたね。いやーもうこれ開幕俺のせいで、やっぱ、ここ開幕人数減らした方がやっぱ負けるな。負けるっていうか、まあ、辛い、まだ負けてないですけど、辛い状況に追い込まれるっていう認識で合ってると思う、多分。で、その後としては、なんて言うんだろう。いやー今のやれないのなんや。ナイス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 。その後は、この、しっかりカウンター。この開幕のあれを継げば、まだ次カウンターがやってくるんで、そのカウンターでどれだけ進められるかみたいな、そういう世界だと思っている。ほんと、ブラスターが、2枚いると何もできんな、マジで。申し訳ない、ほんとに。ローラー、ブラスターいるときついんすよね。潜伏しててもバンバンされて。全然やれないな、今日、なんか。全然当たらん。なんでだろう。いやー、また相手のターンに渡ってしまったな。なんか他のマップよりもなんかその、ターン制な気がするんだよな。あの敵やばない?でもこれ。めっちゃ進んでんのになんか真ん中にいるみたいな。あいつおったらもっと進んだやろ、多分。よくわかんないんだよな。あれ、なんかネット回線おかしいかな?ここマジ嫌いなんだよな。単性でかつローラーが全然仕事できないからマジで苦手。やっと一瞬報いた。ちょっとずつ減らして進めていくしかないんでね。もういやー、もううざいな、ブラスター。やばい、今の手を吐けばよかったな。ミスった。で、シューター前行ってやんないと、その、立体がきついって、マジで。やーべえ。立体きついよ。シューターがね、後ろにいるとね、立体きついんすよ。いやー、もう本当にうざい、ブラスター。どうせあれだろ、ヤグラしかブラスター持ってないブラスターだろ、お前なんて。クソったれが。もう、あれやな。もう人状態でいなくていいな、お前。知らん。もう、ちょっと、無理や。って言ってたらもうトーピード飛んでくると思う。最悪なゲームですよね。いやーダメ、今死んじゃいけんかった。帝王ダメないと。いやー申し訳ない。これは。いけるかな、帝王溜まるかな。溜まるかな。怖っ。赤。これ絶対死ぬ赤。あーやばい。
終わった。いやー俺の手、こいつが、こいつおかしいもん。乗りに行かないと無理だよ。リッターの隣に意味がわからん、マジで。じゃあリッター持てよ。いやー、まあ自分もひどかったけど、あのシューターないわ。ちょっと前に出ないのない、ほんと。もうちょっと電線上げれれば、あのリッター乗ってくれてたんで、リッター乗れたから、ちょっと、まあ、自分のせいではあるんですけどね、負けたのは。でもちょっと、俺のせいじゃん。ん？あんだけシューターのせいにしてたけど、絶対俺のせいじゃん。やば。やば。ごめんなさい。